こんにちは、ごまおです。本日はですね、復収入報告をしていきたいと思います。2021年9月版ですね、配当がっぽりもらえた月でしたので、ここら辺のねお話ししながらお話ししていきたいと思います。この動画のコンセプトはですね、あなたのお金に関する不安を消したいというごまおの思いを具現化しております。お金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。副業歴3年ですね、最高福利の副収入の月利が28万円、 YouTuber ブロガー、ライターとして活躍しています。この動画を見るべき方はね、副業でどの程度稼げるのか知りたいという方、どんな属性の人がどの程度の期間労力を思いでやっているのか知りたい方、これから副業を始めたい目安が知りたいという方に向けてお伝えしていきます。この動画を作っているごまおの簡単な属性ですけども、30代の男で、専業主婦の妻がいて子供も2人いますと。で、地方転勤した中小企業の会社員、年間生活費は300万円ぐらいで暮らしてますと。うつ病休職中の2018年7月にブログを開始してます。副業歴3年で100万円以上を稼いでますね、合計でね。で、ブログ、YouTube、Kindle、ストックフォト、アフィリエイト、楽天セドル、企業案件などをこなしてます。はい、それでは2021年9月の副収入を一覧でまとめてみましたので、こんな感じになってますと。ちょっとね、なんか0円の項目も結構あるんだけど、まあ今まではね、ちょっと金額発生したのも含めると、まあこんな表になってきます。今回発生したのはまあ4件しか、金額発生してないです。まず、Google AdSense の収入ですね、これが8578円ありましてね、ブログとか YouTube につけてる広告収入ですね。であとは Kindle ですね、これ電子書籍、ごまお本、出版してますので、ここの、印税というかロイヤリティですね、が発生しているので、これが3万6303円もらえていると。で、あとアフィリエイトの ASP のやつですね。アフィリエイトつっても、まあ、Amazon 独自のやつとか、楽天独自のやつとか、いろいろあるんですけど、ASP ですね。こっちの方から2090円。まあ、本当、1件だけですけどね。これは、あれだったかな。楽天証券の口座開設かなんかですね。でいただけました。で、あとは、ストックフォトのシャッターストックでのやつは、今月は入金なかったし、企業案件も今月はなかった。あと、コンサルもやってるんですけど、それも今月は入金なかったですね。ということで、これらもね、ね、その月のっていうか、ちょっと入金する月って結構ずれたりするので、先月の実績じゃなかったりするんですけどね、一応僕はその入金された月、9月に入金されたやつを、合計してるっていう感じでね、そういう考えてもらえれば OK です。で、一番多かったのが、配当金ですね。米国株のからの配当金が5万めっちゃ入って、9月はめちゃくちゃ入りますね。6万6000円入りました。3月、6月、9月、12月は配当金めちゃくちゃ入る月なので、まあ、僕はそういうポートフォリオを組んでるのでね、そうなってきて、まあ、これが相当でかくて、これのおかげで合計10万円超えができてるけど、ちょっとこれを抜かすとね、4万ぐらいかな。4万円台しか稼げてないっていう状況で、どんどんね、ちょっと副業収入的にはちょっと落ちちゃってる感じなんだけど、あんまり最近無理はしてないので、ちょっと本業の方をね、注力して、本業と、あとは子育てとかかな、子育てとか、家事の方になるべく労力割こうかなっていうふうに考えているので、こんな感じになって、全然副業の方ね、注力できてないんですけど、で、プライベートの時間、あとは何に使ってるかっていうと、あとは本当に自分の体のメンテナンスですね。自分がこうゆっくりする時間取ったりとか、読書したりとか、ゲームしたりとか、映画見たりとかが多いですかね。あと漫画読んだりとか。やっぱ自分がゆっくりする時間作って、人生トータルで、なんか良くしていきたいなっていうのは最近すごく思っていますね。こうやってもちろん稼ぐことでね、お金を増やして資産を増やして、心地よくするっていうのももちろんそれもあるし、なんか別にサウナとか行って、体をすっきりさせるとかね、そういうのも大事だなと思ってるし、あとそうですね、メンテナンスの意味では、最近整体の
矯正とかもね、やるようにしましたね。ちょっと体の歪みを直すやつですね。あれをやって、ちょっと体のメンテナンスしてますね。あと、歯医者行って、歯をね、メンテナンスしたりもしてます。っていうね、ちょっとずさん、余計な雑談も増えたけど、まあ、副収入の話戻りますけども、まず、アドセンス収入のね、内訳からちょっと見ていきましょうか。まあ、ブログと YouTube の広告収入で、まあ、Google AdSense ってサービスがありますね。これ、まあ、知らない方は、まあ、ぜひ、検索して調べてみてください。まあ、今の世の中、やっぱ Google に、乗っかってね、稼ぐっていうのは、まあ、必要な、スキルかなというふうに思いますので、まあ、実際これで稼がずとも、これの仕組みとか、こういう稼ぎ方があるってことを知っておくっていうのは、まあ、まず大事かなというふうに思いますけどね。とはいえ、まあ、不安定な収益モデルではあると僕は思ってます。っていうか、僕が実際ね、一番稼げてるときは、月に7万円ぐらいとか稼げてたのが、どん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 下がっちゃっててね、常に1万円切っちゃったみたいな感じだったんですよね。だから、まあ、これはまあ、ほとんど、まあ、ゼロになってもいいかなっていうぐらいの感じで、まあ、もらえてラッキーぐらいの感じでね、考えてます。で、僕のメイン、今のメイン副収入の収益がこれ、Kindle ですね。Amazon の電子書籍のサービスで僕は書籍を販売していますと。で、Kindle Unlimited っていう読み放題のサービスで読めるように僕は設定してあるので、それで結構見てもらえるかなっていう感じですね。Amazon っていう巨大なプラットフォームを使うことができて、まあ、そこでね、まあ、みんな Amazon にクレジットカードを登録してあって、そこでポチッとね、買えるみたいなね、状態になっている人が多いので、そういう人に向けてね、こんな本出してますよとかね、資産運用興味ある方は VYM っていうね、銘柄にたどり着くはずなんですけど、その VYM についてちょっと詳しく知りたいなっていうようなね、方に、をターゲットに出している本ですね。で、コロナ以降ね、電子書籍を家で読むっていう需要も多いと思うので、それで安定した収益になっているっていう感じですかね。はい、続きまして、Amazon アソシエイトは今月は入金なかったんですけど、まあ、Amazon でのアフィリエイトですよね。で、なんか書籍の紹介とかしやすいですよね。ブログとか YouTube の他に Twitter とかにもね、そのAmazon アソシエイトのリンクが貼れて、そこからクリックでしてもらって買ってもらえればね、キックバックがあるっていうやつですけども、他にも、まあ、Amazon プライムとか Kindle Unlimited の紹介すると、まあ、1件月500円とかもらえるんですけど、そういう紹介料とかね、が入ってくるっていう感じですかね。今月はなかったですと。で、あとは楽天ルームは楽天のアフィリエイトですね。これ僕は最近楽天経済圏での活動サボり気味なんで今月はなかったんですけど、入金がね、うん、これはまあでもまだまだ稼げる領域みたいで、まあ、稼いでる人はね、めっちゃ稼いでますよね。まあ、インフルエンサーの人とは相性良くて、まあ、インスタとかが得意な人は、まあ、このルームにね、流してもらって、そこで稼ぐみたいな人も多いと思いますね。まあ、女性の方が得意かなっていう感じがしますよね、ルームはね。ファッション的なのとかも、とか美容とか、コスメとかのね、とかからこう、ルームの方にね流れて、楽天市場の方で買ってもらうっていう流れがまあいいんじゃないかなっていう感じはしますけどね。僕は相変わらずまあセドリの AirPods とかの買ってますよとか、あと本当に自分が買うもの、ふるさと納税したりとか、あと子供いるんでね、おむつ買ったりとか、お米買ったりとかをね、普通に楽天市場で買うのに使ってるんですけど、そういうのを買った時にルームにアップしてるっていう、そんぐらいですね。うん、でもそれでもまあぼちぼち、買ってもらえたりしてね、たまたまこの月はもらえませんでしたけども、まあもらえる時も結構多いかなって感じです。で、今月入金あったのがASP のアフィリエイトですね。で、そうですね、僕は証券口座開設とか、あとクレジットカード発行とかのアフィリエイトやってて、YouTube に楽天証券かな、楽天証券のやつの
口座開設のやつが今月あった。あとはまあ SBI 証券でね、クレカ積み立て開始したので、あの三井住友カードのクレジットカード発行ですね、あれの ASP なんかも今今月はあのなかったけど、先月ぐらいまではねちょこちょこあったりしてね、これはまあちょこっととは収益ありましたって感じですね。まあ、アフィリエイトもやっぱりしっかりこう情報発信するんだったら、こうやって組み合わせてやっていくといいかなと思いますね。であとはコンサルも始めたんですよね。今月は売り上げなかったんですけど、まあこうやって、まあ、僕がこう一方的に話しているだけじゃなくて、実際僕にあの質問してみたいとか、あのちょっと手取り足取り教えてほしいっていう方に向けて、まあ、実際に、まあ、僕のチャットですけど、まあ、チャットするあの機会を設けてさせてもらう。出るので、まあ、興味ある方は概要欄のリンクからちょっとお試しいただければと思います。はい、で、まあ、以上が内訳だったんですけども、僕はどういう副業のスタンスやってるかっていうと、朝の5時に起きて5時から6時半の間にこうやって YouTube のこのスライドを作ったりとか撮影したりとかしてますね。で、その流れからまあ自分の Kindle の宣伝をしたりして、まあ、Kindle 買ってもらったりとか、あとはアフィリエイト、ね、の案件のやつを買ってもらったり、Amazon アフィリエイトとか楽天ルームでね、紹介してる書籍とかを、紹介したり、証券会社の口座開設、仮想通貨の取引所の、ね、口座開設なんかをのリンクを貼ってあるので、興味ある方はそこから、ね、その買っていただければ僕にキックバック入るっていう感じです。はい。で、あとはこうやって情報発信していることで企業へのアピールにそれがなっているので、後日ね、企業さんから、なんかうちのサービスとか商品とか、アピールしてくださいっていう依頼が来たりするので、そこでまた副収入がね、できたりしますと。で、あとは配当金を投資して、で不労所得を得たりとかしてますね。で、今回の副収入の中に、配当金の内訳は書いてなかったんですけど、あの配当金の話は別の動画でしているので、よかったらそっちの動画も見ていってください。ですね、VYM とか HDV とか SPYD とかね、高配当株の ETF からあのがっつり配当金が入ってきたので、その詳しい話は別の動画でしています。ですね。あと本業の方は、まあ、今年職場が移動して、まあ、残業多かった月もあったんですよね。それで副業できない時も増えたので、どっちかっていうと今年は副業よりも本業メインの年でしたねっていう感じですね。年でしたね。まだ終わってないんだけど、にするつもりですね。はい。だからまあ、それでもまあ、一度ね、走り出す副収入って一度走り出してると、まあ、こういうストック収入ってやつですね。うん、過去に作ったこの YouTube の動画とかも、24時間働いてくれてるわけじゃないですか。僕が寝てる間も動画見てくれてる人がたくさんいるっていう中で、今までのストックが稼いでくれてるって状態ですね。でこういう副収入って初速がね、初速出すまでが結構大変なんですよね。ブログだったらまず100記事書きなさいとか、 YouTube だったら まず動画100本出しなさいとかよく言われるんですけど、まあ、そこを乗り切るってある程度稼げてるってとこまで行くと、ね、少しだけサボっても、まあ、その一度スピードついた自転車ってなんか漕がなくてもある程度と距離は進んでくれるじゃないですか。まあ、ずっと漕がないといずれ止まっちゃうけど、まあね、一度漕ぎ出したら最初は力入れて漕がないといけないけど、まあ、ある程度回転、タイヤが回転してる状態だったら、そんなに力入れなくても漕いでずっと進めるっていう状態、そんな感じの状態に僕はなってるかなっていう気はするんですよね。うん、だからそれでそこまでいけるっていうね、とこまでいくといいんじゃないかなっていうのはね、すごく思います。体験なんとしてね。はい。だから今はちょっと無理しないでやってるっていう状態ですかね。うん。で、近況まとめると、まあ、YouTube の収益の上昇は狙わないようにしていますね。まあ別にゼロになってもいいかなっていう感じで。その代わりコンサルなど別の形の収益源を確保したいなっていうね。
ただあまり副業やりすぎても、ね、人生楽しくないかもしれないので、まあ根詰めてもねあれだからね。で本業もしっかりやって、子育てとかもしっかりやりたいと思ってます。で今貯蓄率っていうのがすごく高い状態なんですよ。僕はあの支出と収支、まあ、その収支のね、状況っていうのを毎月別の動画で報告してるんですけど、そっちも入れていただければわかるんですけど、貯蓄率はまあ最近は 60% ずっと超えてる状態で、資産運用につぎ込める額も安定して高い状態なので、それもコツコツずっと続けていきたいと。で、あとはまあ、転職っていうのは、まあちょっとね、まあ考えたり考えてなかったりっていうね、まあ今の、職場が、まあちょっと最初大変だったんだけど、少し今慣れてきた状態で、まあね、完全に今の状態でずっといけるんだったら、まあまあ悪くないかなっていう思えるような感じになってきたので、まあちょっとここら辺をね、悩みどころですけども、まあもしも収入アップするし、なおかつ、まあ、自分の気に入ったね、入りそうな仕事があるんだったら、まあ、職変えてもいいかなとかも思ってますし、まあ、ここはあんまり無理せず、ここ3年程度で考えたいかなというふうには思ってますという感じです。はい、以上ですね。で、もう一回、クダクツの復習にのまとめると、こんな感じでした。はい。この米国株配当金に関しては、別の動画でちゃんと詳しく話してます。はい、で僕の全資産ポートフォリオは今こんな感じで、10月上旬の状態ですけども、まあ、合計3900万ぐらいの資産がありますよということですね。うん、この資産の内訳に関しての詳しい話もまた別の動画で話してますので、これも毎月報告してます。ぜひ、見ていってください。はい、で、あとはこれが宣伝っていうかアフィリエイトなんですけど、三井住友カードのね、クレクジットカードの宣伝してます。SBI 証券でね、クレク積み立て始まってるので、ぜひね、興味ある方は概要欄のリンクから行ってみてください。こんな感じでごまはお金の知識を伝えていきます。100年健康に生きるためにお金必要ですよね。僕はまあお金をある程度蓄えることによって心が安定してきたかなと思っておりますので、ぜひ僕はこの情報を皆さん共有していきたいと思います。興味ある、役に立ったと思う方は、ぜひね、このチャンネル登録していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。